ト君、今だよ。ぜなんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったのです。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレー、やっぱり二人が恋人だからできるのですか。ええ直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった。絆ですか。絆と仲良くすることは違うのですか。仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、絆をください。お願いしてもらうものじゃないかな。ま、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほらこれだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントです。うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね、キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアズナに挑戦するつもりで頑張るのです。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの人こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。して、でもチャンスなので、初戦を颯爽と勝利できるのに。マスター、どうしてなのですか。これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか。なんとかキューチャー乗り切ったのです。ごめんなさいマスター。さっき隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。おお、二人とも。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリとアスナ、どうしたんだ。せっかく勝てたのに、なんか元気ないな。何かあったの。実は。なるほど、確かに最初危なっかしい場面があったもんな。キリとたちにもそう見えていましたか。キリト君、さらに落ち込ませてどうするの。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの。それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか
敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。戦いの中で育む絆というものは、長い間の経験のその敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて。このままでは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思うぜ。それはどういうことなのですか？俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアファシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの。戦いの中で。あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。マスター。